以前、アメリカ南部で、全米鉄道旅客公社アムトラックの列車が側線に誤進入し、停車中の貨物列車と衝突する事故が発生しました。2人の乗員が命を落とし、116人が重軽傷を負っています。アムトラックの列車は、昨年12月にも脱線し、3人が死亡。さらに、複数の共和党議員が乗った列車とゴミ収集車が衝突し、収集車に乗っていた1人が亡くなる事故を起こしていました。つまりここ2ヶ月ほどで、3度重大事故を起こしていることになります。事故を受け、日本の鉄道が、いかに安全かを紹介する記事を含めた関連投稿には、日本や欧州の鉄道システムとの差を嘆く声が多数寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。